オスカルテーノオスカルテーノはスウェーデンの画家である。フランスのパリ郊外のグレーシュルロアンは芸術家の集まる村として知られ、1880年代は特に北欧の画家が多く集まっていた。それに先立つ1876年にテーノがグレー村で描いた絵画がスウェーデン人によるグレー村での最も早期の作品となった。エステルイエートランド地方のキャトルシュタットに生まれた。 商店で働いた後、20歳でスウェーデン王立美術院に入学し、美術を学んだ。1870年に、留学の奨学金が与えられる、ロイヤルメダルを受賞した。1873年から1874年まで、ドイツのデュッセルドルフに留学した。その後、パリに移り、風景画家として、フォンテーヌブローの森などを描いた。 1877年にグレシュル・ロワンの風景を描いた風景画をサロンド・パリに出展し、フランスの批評家に称賛され、画商に買い上げられた。グレシュル・ロワンは1880年代から多くの北欧の画家やアメリカ、日本から留学してきた画家などが集まり風景画を描く芸術家村になっていく。スウェーデンに戻った後、フランスでの作品の展覧会を開き、 古外製作のスタイルで描かれた作品は、スウェーデンの風景画家に影響を与えた。ベストマンや、ベディストローム、フロードマンらが、テーノの指導を受けた。ありがとうございます。